KPC Channel PDCA School。 はい、どうも皆さんこんにちは。高専プロモーションチャンネル、タニニでございます。皆さん、梅雨入り結構遅いですよね。6月の半ばなのにまだ全然雨降らないっていう風によく話しますけど、結構ね、今年度はイレギュラーですね。ということでですね、今回の動画は高専に入る前の人、高専に入学する前の人がよく勘違いしてしまうこと、大きく分けて5つに分けてお話ししていこうと思います。題して、高専に入る前の人がよく勘違いしてしまう、こと5選、こちらを紹介していきたいと思います。それでは早速1つ目はですね、情報学科に通えば動画編集とか動画作成などの勉強ができると勘違いする方、かなり多いですね。私自身こうして YouTube チャンネルで情報発信をさせていただいておりますが、昔の知り合いの方だったり友人などに、お、 YouTube やっててすごいね、高専に通ってたからそういう勉強したことが生きたんだねというふうに声をかけていただけるんですけど、いえいえいえ、高専ではこういう動画を編集したり情報発信することだったり、そういったことは勉強しませんよと。高専の情報学科ではプログラミングの基礎だったり、他にもハード系のねこともちょいちょいやる学科もありますね。回路のことだったり、アルゴリズムだったり、データ構造だったり、もしくはそういった、実践的よりなんですけど、まあ理論に近い、演習だったり、実際にプログラミングをしてみるみたいな専門科目がほとんどですね。実際に何かメディアを扱ったり動画を編集するといった、そういった訓練だったり授業だったり実習などはありませんね。こちらはよく勘違いされがちなことです。それでは1つ目が終わりましたので、2つ目です。2つ目は、情報学科でワードやエクセル、ジムや簿記などを取り扱っていると勘違いする方が多いですね。情報学科、先ほど申し上げたんですけど、こちらの科目ですね、ワード、エクセル、ジムや簿記はどちらかというと商業高校だったり、そういった学校で学習する内容かなと思います。で、実は高専でもこういったワードやエクセル、ジムや簿記などを取り扱っている学科は実はあって、例えば宇部高専だったり福井高専だ、富山高専だったり福島高専にあるビジネス学科だったり経営学科、そういったところでですね、高専内では取り扱っている学科となってますね。これはですね、情報学科では取り扱ってない分野なので注意してほしいですね。1年生とかでね、1コマ2コマぐらいでワードエクセルちょっと触ってみましょうかみたいな時間はあったりします。それじゃあ3つ目、高専に入る前の方がよく勘違いすること3つ目がですね、高専に通うだけで、高専に5年間通って授業をねこなしたり、最後に卒業研究をこなすだけで何かものづくりができるようになると勘違いする方、いらっしゃいますね。高専に真面目に5年間通っても何も作れるようにならないんですか。ちょっと極端ですけど、言い切ってしまうのだったら作れませんですね。作れないですね。どういうことかと言いますと、やっぱりですね、高専の授業、理論的なことが7、8割以上ですかね、カリキュラムとして、高専で勉強する授業のカリキュラムとして8割以上はやっぱり座学、理論に関することですね。で、実習だったり実践的な授業もあるんですけど、実務にはちょっと程遠いかなといったところです。要するにですね、高専に通って座学、まあ、授業を受けて試験をパスするだけでは何かを作ったりものづくりは、できるようには言い切ってしまうのであればできません。やっぱり課外活動でロボコンに取り組んだり、自分自身でお家でプログラミングをしてアプリだったり、自分の困っていることを高専で身につけた座学を用いて解決していく、そういった課外活動だったり課外の学習がない限りは、ものづくり、実際にニーズを満たすような製品だったりプロダクトっていうのは作ることは難しいかなといったところが一般的に考えられます。やっぱりですね、実務的には、お客さんだったり実際に困っている人の悩みをヒアリング聞いて、もしくはニーズの調査ですね、どういったことが求められているのかというニーズを調査した上で設計をして、どうやって実現しようかな、スマホでいいかな、パソコンのアプリの方がいいかな、いろいろありますよね。設計をして、そしてそのシステムに必要なそれぞれのパーツだったり機能、それぞれのパーツの製作だったりテストをしていって、そしてプロトタイプ、最低限機能が備わっているプロトタイプ、まあ、実験台みたいなものです。実験的な製品を作って、それから仕上げていくといったノウハウは座学では勉強できますけど、やはりですね、実際に経験してみないとわからないことでもありますね。なので高専に通うだけで5年間定期試験をね、80点以上、平均80点以上ずっと取り続けているだけでは、やっぱりですね、何か作れるようにはなるとは言い難いんですね。課外活動で自分自身の悩みを解決したり、困っている人を高専で習った技術を用いて自分で作成キットを買ってみたり、参考書を買ってみたり、最近だったらアプリ制作キットだったり、この手順でこのページの、このページに従ってね、アプリを作ったら、ロボットを制作したらこういったものが作れますみたいなのを最初はお手本に準じて練習していって、そこからどんどんアレンジを加えていって、やっとものづくり、何か一つ動くものが作れるといった段階かなと。ここが重要かなというところです。一言で言うと、自分で課外活動で何かものづくりを経験していないと何も作れるようにはならないと
ということなんですね。結構ですね、そこまで高専は面倒を見てくれないので、活発に自発的に自分から動いていかないと何もできないというところですね。やっぱりですね、そういった成果物があった方が、高専本科から就職するときだったり、進学するときの話のネタだったり、面接のネタだったり、そういった武器にもなり得るので、必ずやっておくといいでしょう。じゃあ4つ目いきます。高専に入る前の人がよく勘違いすること、4つ目が、高専にはおとなしい人が多かったり、オタク気質な人が集まりそうと勘違いする点ですね。意外と普通高校に集まるような活発な子だったり、体育会系の方もたくさんいらっしゃいます。バランスよくね、偏ることなく、多くのところがね、多分そういった割合になってると思いますので、ちょっとそういうところが心配だったお母様方はご安心していいと思います。で、5つ目最後いきましょう。高専に入る前の方がよく勘違いすること5つ目が、これもね、ちょっと3番と重なるんですけど、定期試験を真面目に取り組んでいれば安泰と勘違いしてしまうところですね。やはりですね、定期試験を卒業できるレベルまでこなすってことは、ぶっちゃけ言わせていただくと、みんなできてることなんですよね。卒業できたみんなができていること、すなわち面接官が相手する皆さんっていうのは、そう、定期試験を最低限乗り越えてる皆さんということなので、まあ、さほど差をつけるような点ではないんですよね。なのでやっぱりですね、他の人と差をつけたり話のネタにするためにはですね、例えば就活のネタだったら、学生会活動、部活動、課外学習、先ほど申し上げましたね、学校で勉強していること以外も自分で何か取り組んでみるという課外学習、そして資格勉強など、そういったことをもとに面接のネタになって、その人の人間性が出てきて、その人間性を面接官が評価して、その会社に必要かどうかっていうのを判断されるというところがポイントだと思うんですね。で、進学に関しても定期試験だけやってるのであれば、やっぱり足りなくて、どういうことかと言いますと、進学には TOEIC のスコアが必要ですよと大学側から求められたり、あと他にも編入試験の勉強をしないといけません。そして他にも定期試験外の範囲が編入試験で問われるかもしれないので、そこもやっておいた方が良いでしょう。プラス卒業研究に向けての準備だったり、卒業研究の活動研究もしないといけない。やっぱり定期試験では足りないことが分かりますよね。プラスやっぱり進学した後だったり、今申し上げた例えば学生会活動、部活動、課外学習、資格試験、そして TOEIC 編入試験、そういったものに取り組む中で、他の人に対して協力を仰がないといけない時があります。それを通してやっぱりコミュニケーションがうまくできてないとダメですよね。自分の気持ちを相手の都合に合わせてうまく伝えるっていう技術を、アルバイトだったりこういった活動で培っていかないといけない。例えば、相手をね、まあ建前としてです、相手の気分を良くするというね、前提でやっぱり相手を、まあ、その不自然になく、自然に持ち上げて褒めてあげるっていう、そういった心がけがあるかどうかとか、あとこうやって、まあ、口角を上げて、相手にね、不快な印象を与えない程度にこういう風に明るく話せるかどうか、そういったところがですね、やっぱり総合してね、必要になってくるので、やはり定期試験取っていれば完全に将来安泰が保証されるということはないということは、やっぱり気をつけておかないといけないことですね。ということで5つ見ていきました。最初からちょっと見ておきましょう。1つ目が、情報学科に通えば動画編集とか動画作成などの勉強ができると勘違いしてしまうと、そういったことは勉強しませんね。あとですね、もう1つお伝えしておきたいのが、ゲーム作りたいから、ゲームが好きだから、そういったプログラミングに関することを勉強したいな、あ、高専に入ったらたくさんゲーム作りができるのかなと思っている人も注意ですね。そういった実践的なところは、課外学習でやってくださいねというふうに高専側からはそういうスタンスを取られます。理論だったり、根本の根っことなる座学の部分を高専で勉強して、じゃあ自主的にあとは実践的な部分はやってちょうだいねみたいなノリです。で、2つ目は、情報学科でワードやエクセル、事務や簿記など、ね、事務方のそういったスキルはですね、授業としてあまり取り扱われないと。で、そういった学科は別途ありまして、宇部高専だったり、あと富山高専だったり、あと福島高専の経営学科、ビジネス学科で取り扱いますよということです。そして3つ目、高専に5年間通うだけで何か一つのものプロダクトが作れるようになるとはそうは限りませんね。やはり大量な時間をエネルギーをかけて課外活動をしていく必要があるかなと思います。そして4つ目、おとなしい人、オタク気質な人が集まりそう、それはね、勘違いですね。バランスよくいろんなタイプの人が進学します。そして5つ目、定期試験を真面目に取り組んでいれば OK かな、それは間違いでしたね。将来安泰は確保されません。それ以外のことも多面的に取り組んでいく必要があります。はい、ということでですね、高専に入る前の人がよく勘違いしそうなこと5選ということで紹介させていただきました。こういう情報を発信してですね、少しでもですね、ミスマッチを防いで、それぞれのね、中学3年生だったり、中学生としてね、適切なミスマッチを防ぐような、進路選択ができるように、なるととても嬉しいですね。はい、ということで本日の動画締めたいと思います。この動画は高専生高専受験のための学習塾 PDCA スクールと、高専生高専受験のための YouTube チャンネル高専プロモーションチャンネルの提供でお送りしました。それではまた違う動画だったり生放送でお会いしましょう。それでは締めさせていただきます。あなたの選択肢に高専を。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.